JYJ さんとかいろんなバックダンサーを JYJ さんのジュンさんのバックダンサー
なんだ、マックだ。はい、やってる方、まあ、こ、行きましょう。こちらのメンツで今回僕たちの新曲をね、作ってくれたということでね。そうです、いいですね。もう福岡ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、考えたのは5年なんですけれども、そうですね、こちらアシスタントで、来てくださいました、はい、そして続いての写真です。こちらです。あ、どうぞ。はい、こちら、まあ、こうやってね、みんなライブ前の練習の、ね、風景なんですけども、一人ちょっと体操選手みたいな感じなんですけど、そう体操選手がいるっていうなんで俺服あれなの。まあまあまあいいでしょう。まあ、こちらはね、ライブのリハーサルをですね、まあ、事前にねスタジオを借りて、やらせていただきました。はい、まあ、ちょっとね、こっちのシューギュビングなんてね、今ちょっとこうなんか飲んでますけれども、はい、ちょっと結構ね練習中でもちょっとおしゃれを気使うんですね。はい、こんな感じになっております。続いての画像ありますか。はいはい、こちら、まあ、その練習が終わった後のね、ミーティングをちょっとやりながら、まあ、いろいろ話しながら、ちょっとまだ今でもね、まだ構成を考えたり、どういう風に照明やら何や演出を考えてやっているところですよね。さあ、こんな感じでねやっております。ちゃんとペンとノートとか準備してるんですよね。そうですよね。うん、シュータなんてここ見てください。もう考えすぎて、もう写真カメラ見る目もない。これもう T シャツで来たから今日気合入って3日前だから気合入ってる。小学校3年生みたいなことだったT シャツで来た。はい、ということでこんな感じになっております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、この辺に関してのねお話をちょっとね、はい、みんなでやろうかなと。はい、まあすいませんね、ごめんなさい。もういいですよ。ライブ3日前ということで、こう盛り上げていくっていう意味でね、なんと12月17日のライブのセットリストを、はい、ちょっと公開します。お願いします。これはやばいですよね。秘密で。そう、秘密で。秘密ですよ。ここしか誰にも言っちゃダメですよ。ここしかね、ショールームじゃあホワイトボードに行く前これにしてもらおうか。そうですね、まあ、僕たち何のライブをするのかというとね、 B シャッフル、こちらですね、 B シャッフル、ウィンターライブ2016サワーゴーノルジャゴ、12月17日に、リキッドルームで恵比寿ですね、こちらで、19時からライブを行わせていただきます。こちらの、先ほど、まあ、練習をねやらせていただきました。ちょっとなんかお伝えしたいものがあるということで、はい、そちらにカメラ振っちゃってもいいんですか。いいですよ。はい、それでは12月17日のセットリストこちらです。どうぞ。はい、まだ全部は言えないんですけどね、はい、まあ、見てお分かりの通り、ライブに来てやっぱり当日のドキドキ感も皆さんに、持っていてほしいんで、ここは丸日になってます。丸日ですよね。はい、そしてまあこちら最初ですね、1曲目フォーズビアンビシャフルイントロ鉄板ですね。フォーズビアンビシャフル、はい、イントロ曲があって、はい、サルで皆さんとぶち上げて、よサマーアドベンチャーでもう上げても打ち上げて、はい、あれですよね、ワイルね、うん、わーわーそのもうすぐワイルしてて、何何何何何お水浴びしゃくいつものようにちょっと迫力ありでバーンって登場してサルでイントロ、最初かっこよくダンス見せてサビで皆さんと一緒に盛り上がりながら、その次サマーアドベンチャーでみんなでタオル持って振り回して汗たくさんかいてっていう感じですよね、うん、はい、でその次はね、何の曲が来るかまだ分かりませんけれども、秘密です。はい、本当に楽しみにしてください。ここに新曲ありますか。ここに新曲ありますか。あ、それはまだ言えませんね。私本当に知りたいんですよ、皆さん。はい、教えない。私本当に知りたい。お口にチャックをするんだ。分かった、そこに立ってる。分かった、私も知りたいじゃん。私黙ってください。はい、まあ、ここにいろいろありまして、うん、ヨロ、そしてラブヨスマイル、そして、まあ、何かがあると、まあ、ご不義ですよね。はい、はい、ということでね、ここからねライブを皆さん、みんな来るんですけど、そうですよね。